コーリー・ペイビンは、米国のプロゴルファー。全米オープンのメジャー1勝を含め PGA ツアーでは、通算15勝を挙げている。小柄で、ドライバーの飛距離は出ないが、フェアウェイウッドと小技で、大柄な飛ばし屋に挑むことから、大学時代よりニックネームはブルドッグ。ゴルフとは、アートとサイエンスの融合であるが持論。カリフォルニア州、オックスナード出身。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校卒業後の1982年にプロデビューする。1991年に PGA ツアー賞金王となる。1994年に東海クラシックで日本ツアー勝利。翌1995年には初開催から100年後の第95回全米オープンでメジャー初優勝を果たした。この全米オープンが開催された。 シネコックヒルズゴルフクラブは全米オープンに初挑戦したアマチュアのタイガーウッズが手首を故障して途中危険に至るほど深いラフとブッシュがセッティングされグリーンも固く高速であった最終日ペービンは首位と3打差の5位タイスタート15番ホールで最終組のグレグ・ノーマンとトム・レイマンを逆転して首位に立ち1打リードした状態で最終ホールに臨み 強烈なプレッシャーと強風の中で、残り228ヤードの第2打を4番ウッドで、低いドローボールを打つとボールはピンそば約1.5メートルに、より2パットで逃げ切って優勝した。この大会ではブレード型パターを使用したが、キャッシュイン型のパターも愛用している。2006年の US Bank of Championship では、PGA ツアー8年ぶりに勝利した。ありがとうございます。